はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、久しぶりに僕の大好きなですね、栃木の真岡市にございますジラフさんにお邪魔しております。今回ですね、やっていく動画が一人でワンロット全て食べるという、誰もねやったことがない企画に挑戦しようかなと思います。ロットって何って方もいらっしゃると思いますので、あらかじめご説明を。ラーメン屋さんにはね、ロットというものがございまして、特に二郎系だったりとか、あとは家系のお店ですね、太い麺ですと茹で時間がかかってしまいますので、一発で何人分かのねラーメンを茹でたりするんですけれども、ジラフさんの場合ですと6席6席の L 字カウンターとなっておりまして、ワンロットで6杯ずつ作る形となっております。今回はですね、そちらの6杯を僕一人で何分で食べきれるか挑戦していこうかなと思っております。ただですね、ラーメン自体は6杯一気に作っていただきますので、後半の方になってしまうとどうしてもスープがね吸ってしまう恐れがございます。あらかじめご了承ください。今回はこちらに1カメ、2カメで3カメの4カメと、ロットなので順次こう1杯食べていくごとに左側にずれていく形で撮影していこうと思いますので、順次ね食べ次第、こっちからこっちに移動していく感じでございます。で、一応ジラフさんではワンロットがね、だいたい遅くても20分ぐらいで入れ替えされるってことなので、20分を切れるような目標でね食べていこうと思います。ただ一応制限時間は30分に設定させていただきました。もうですね、ラーメンは作っていただいておりますので、商品が到着次第すぐにですね挑戦始めていこうと思います。はい、ということでですね、今こんな感じで、6杯が出揃いました。出来たてをね早速食べていこうと思いますので、早速挑戦していきたいと思います。3、2、1、スタートだ。いただきます。いや、久々のラーメンだからな、楽しみたいんだけど、ちょっといただきます。はぁ、うまい。うまい。一杯目うまっ。これだ、うまっ。この豚っすよ。うますぎ。いや、ごちそうです。一杯2分半ですね。よし、ね、見ていきます。2杯目はニンニク入りでいただいておりますね。
良い子は真似しないでくださいって言ってるけど、本当に良い子は真似しないでくださいですね。ごちそうさまでした。やばい、これやばいですね、これやばいですね。うお、お疲れです。あっ、熱い。半分。あ、僕はまだ半分なんですね。まだ半分だ。やば。熱い。急いで食ってる分もあって、全然胃が落ちていかないんで、もう5杯目中盤ぐらいの気持ちです。ごちそうさまです。5杯目、うわー、やばいやばい、うわI don't know.
やっぱあのでかいのじゃなくて一個一個だと全部が踊ること冷めないですね。大きいのだとね混ぜてるんで冷めていくんですけど、ちっちゃいのだとずっと混ざってないんでずっと熱いっすやばい。うん、うわ、うわ、これ多分デカ盛りで 2.5 キロ茹で前で食うよりもきついと思いますわかんないです。なんか一元するどれくらいなんだろうね。成人男性5日分のカロリーとかなんかまあ間違いなく 6食分はあるってことですよね。豚12枚ってことは1本以上あるっすもんね。やばい。うわ。豚だけで2ポンド。1本800から900ぐらいあるっすもんね、絶対。チャーシュー2ポンドっすね。うん。4分しかないですね。やばい。
おお、全然間に合わなかった。はい、ということでですね、本日の結果が6杯目の途中で、時間の方は終了していました。終了してしまいましたですね。はい、まあちょっと今日こういった企画なんでやったかと言いますと、基本的にはまあジラフさんだけではなくてですね、いわゆる二郎さんとか、まあ、G 系二郎系と呼ばれるラーメン屋さんって、通常でもですね、麺量がだいたい波で 300g 茹で前でありまして、いわゆる一般のラーメン屋さんよりも麺量がね2倍ございます。なのでもともとねすごく量が多いんですけれども、僕らの責任ももちろんあるんですけれども、食べられないけど遊び半分でに近いような状態で野菜を増したりとか麺を増したりっていうお客様がやっぱりね中にはいらっしゃいます。なので、こういったね僕らの動画を見てもらって、これがどんだけ量があるかっていうのを、まあ、皆様にね改めて、確認していただきたいなと思って、今回はこんな企画をやってみました。ただもちろんですね、ロットから時間をずれるっていうのが別に悪いってわけではなくてですね、いっぱい食べたいんだけど、ゆっくり食べたい、特に女性の方とかもねいらっしゃると思うので、それが悪いというわけではなくて、遊び半分でとかそういった気持ちでやられるのはね本当にちょっとやめてほしいなと。まあもちろんあの野菜をね増してドンっていう写真を撮りたいとか、あれを食べてみたいって気持ちもわかるんですけれども、めちゃくちゃ多いので、お腹とね相談していただいて、無理のないように美味しくいただける範疇で注文してください。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。まだね僕が残っておりますので、動画ではうっさつゆっくり食べたいと思います。皆さんもですね、GK ライフ楽しんでください。それでは次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。